皆さんこんにちは、神戸市民の淡井圭介です。本日2022年11月の24日、見えますかね、光の加減でどうだろう、近づけた方がいいかな。昨日、ワールドカップ、大会がありましたが、日本対ドイツ戦、何があったか、順序だって証言しますね。いつも通り、試合開始前までにテレビを見てればいいんです。途中介入だとちょっと話がややこしくなる部分があるので、それはそれでこちらとしてもルールとして受け止める部分はあります。ただし途中から見ても勝つ時もあります。神がかり的な力云々とか法律とかいろいろあるんです。で、昨日の試合しっかりと VTR でスローで検証してもらったら分かると思うんですけども、日本が最初の1点目を取られた時にキーパーは意図的に故意に押したりしてるんじゃなくて、つまずいてこけて相手選手にぶつかってるだけなんで、ゆっくり見りゃ分かります。で、審判がなぜそういうジャッジをしっかりできなくなったかって言ったら、試合前に余計なこと言ってるんです。ドイツの選手に向かってしろって言ってるんです、日本語でね。で、淡井圭介込み込みで、もう私が20歳ぐらいの頃にはもう全て判明してるんです。世界中のスポーツが淡井圭介と関わってる。で、ただし他国の試合同士、自分の日本の代表じゃない時間帯ぐらいは、起こしちゃダメよ。しっかりと寝させておいてあげなさいよっていうことなんです。これで正解がまず何かわかるでしょう。当たり前です。こちらはもう未だに1ヶ月以上前に出た湿疹がまだ治ってないんですよ。睡眠不足で。回復力すごく落ちるんです。血液の生産量とかいろいろあるんですけども、本当にそういう状況ありますんでね。少しは気遣ってもらわなきゃなんない。で、これは、前田大然っていう選手が最初の試合前の VTR で出てきた時にちょっと僕笑っちゃったんですよ。で、最初にその笑ったからといって試合中にね、試合中でも結構あんまり面白いことされたらこっちだって笑うし、裁判所でもそれぐらいのことだったらあなたたち常識ありませんかということで聞かれますよ。本当に常識あるかないかの判断あるんです、法律で。で、スポーツ国際司法裁判所あるでしょ。で、試合前から、まず大前提の絶対的な条件で、試合前からね、笑ったぐらいで、日本負けるんだったら条件振りすぎるでしょって、無茶な条件たくさん複合的に持ち込んできた方が優位になっちゃうから、それだったら卑怯者が勝つルールになっちゃうっていうことになるでしょ。審判もコイントスの後、自分が黒い短パン、黒い短いズボンですね、ドイツの選手も配当黒い、ジャッジマンと組んだらダメ。昔それで本当に裁かれてる人たちいますか？審判の方で、審判が出場停止とか本当にあるんです。よーく25年ぐらい前までの時代遡って新聞とかで公表したでしょ。あるんです。あんまりルール覚えないんだったら、あなたたち仕事を覚える気ありますかの話になるんです。まずね、給与の基本給下げられますよ。本当に。そんなに真面目に仕事できないんだったら、いくらなんでも理性で黙っておくことぐらいできるでしょ。ジャッジマンが失敗したら全て狂ってくるんです。最初のジャッジマンが余計なこと言ってるでしょ。だからもう正しい認識できないの。本当にできなくなるの。電波込みでコンピューターもこっち側にいろいろ言われてるから、先週、もう完全に淡井圭介に任せてもらったら、コンピューターとかいろいろ音声で言ってくる人間とかなしにしてもらったら、選手同士の工作でみんな痛い思いしない。一応ちょろっとぐらいは当たったりしてるんですけども、痛い思いみんなしてない。途中からそれ証言しました。前半はもう僕何も言いませんでした。言ったら言ったで、何かそれを、言い返してきたりとか、おかしなルール、いっぱいあるんですよ。最初にテレビつけた時に、ドイツの選手が映ったからとか、それもともと日本のプロ野球業界で、読売ジャイアンツっていうところが、日本テレビ放送網株式会社、通称日テレっていうところなんです。で、関西の支社が読売テレビっていう、このややこしさ。
逆だろうと、ちゃんと東京で読売テレビってなんて正体明かしておかないと、また隠蔽工作をそんなに民間のテレビ局で一番いいの一番に最初にテレビ局を放送民間で作ったのが日本テレビ放送も株式会社っていうところなんですよ。で、もともと地震についてとか、私のホームページ、アイケースケの劇については、他国の人も日本語を、使える人に、翻訳してもらってください。なぜ地震が発生するのかについて、まあ、端的に私がここでも申し上げますよ。石油、石炭、ガス、天然ガスですね。その天然ガスも大半石油の揮発したものです。基本的にね。今アメリカは頑張ってメタンガス、地上から湧き出てるものね。それ頑張って年間2030年には、1000万トンの、採取を目指すと。まあ、それで、メタンガスは、水素関係のもので燃やせるものなんですね。火つくんです。だからそれはガスとして使用できますし、まあ、ある程度生成しなきゃならない部分あろうかと思うんですけども、まあ、空気中にある程度混ざってますから、濃度を上げてね。まあ、運搬するときには、まあ、遠距離だったら液化するかもしれないし、ただもう、日本もサハリンとかから採掘してるし、そのアメリカからそんな遠い距離持ってきよったら、それはそれで燃料消費するから、とにかくね、金属とかいろんなものを採掘するときに土砂のかき出しとかあるでしょ、岩石とか。それで世界中の地下の空洞化が200億トン分ぐらいは絶対に空洞化されてるんです。あと河川の底とかをコンクリート化してないから、雨がずっと流れっぱなしで土の部分あるでしょ。それが地面の中で地震が発生するたびに岩石層のところが擦れ合ったりして亀裂入っていくんですよ。で、空間がどんどん広がっていくんですよ。地震が発生することに。で、どんどん余計水が流れ込んでいくでしょう。で、その中に、まあ土とか砂がまず混ざってるでしょう。で、ちっちゃい石とかね、それが当たったりするでしょう。そしたら余計岩石、削れて空洞が広がるんですよ。で、どんどんそこに土が流れ込んでいくでしょう。もう私の子供の頃、私は神戸市兵庫区生まれなんですけども、子供の頃に湊川の上流、まあ山王ダム側の方ですね、河川の底とか、はしごのみたいなのがこうね、取っ手の部分だけ、金属部分だけ河川についていて、小学生の頃結構動き回るものだったので、河川の底とか遊びに行ったりしてたんですよ。で、そこで見てるんです。コンクリートは一応最初の工事でコンクリート化してるんですけども、厚さこれぐらいで、中に鉄筋とか鉄骨とか何にも入れてないから、ゴボーって抜けてるんです。もう割れちゃって、もう、まあ多分ね、まあ面積的に言うと縦横1メートルぐらいの、コンクリートが消滅してもう中に沈み込んじゃってるんですよ。で、深さが軽く1メートル以上は絶対にあったんです。それが私が小学生の頃だから、まあ1980年ぐらいですね。まあ80年代、まあ1985年ぐらいだったとしましょう。ある程度 だったと言えなかったら、私もそこまでそんなに細かいこと覚えてられませんから。で、大雨、特に大雨が降るときにすごい水圧かかるでしょう。そこからどんどん空洞が広がるでしょう。まあ年に何回かぐらいはやっぱり大雨あるし、あるっちゃ。で、ある程度雨降ってもらわなかったら、こちらとしても、人間の方も、僕は小学生の頃は、晴天ばかりで、まあ暖の数が揃ってなかったっていう部分もあって、断水とか本当にあったんですよ。一時的にですよ。この時間からこの時間帯はちょっと水出ませんけども、皆さん我慢しましょうって。そうしなかったら、早めに断水しなかったら、水不足になっちゃって、そんなもん、神戸市民なんかその当時から150万人ぐらいいましたから、そんなもん、給水車でどう、10台や100台でどうにかなるか ならなさそうか、もうみんなわかるでしょう。どうにかなるわけありませんって、本当に。で、そういう部分等もあってね、スポーツ業界とかでも、もう、これ僕の方から国連レベルで、もう、とにかく世界中でスタジアムを作っちゃダメなんです。それだけ資源とか、
それだけ石油石炭消費するでしょ。重機動かすのに、クレーン車動かすのに石油消費したりするでしょ。絶対それまでに、あの木材にしようが何しようが、木材を削ったり加工するのに電気使ってるでしょ。電気はガス火力発電とか石炭の火力発電所とか原発とか使用したって、ウラン鉱の埋蔵量がもう ある程度の声でしっかり公表してますけども、5万トン分ぐらいしか埋蔵量ないんです。あれもう探しっぱなしなんです。わかります？もう競争状態で、それで空洞広がるでしょ。地震発生するでしょ。多くの被害者が発生するでしょ。家建て直したり、道路補修したりしなきゃなんないでしょ。それで石油とか必要になるでしょ。多くの人たちが人命を失って、本当に悲しい人たちがいっぱい発生するから、スポーツ業界でね、まず抑制できるところは抑制してください。各国内で、あんまり移動距離増やさないで、国内のプロのリーグとか作ったんだから、代表戦も親善試合もほどほどにしておいて、そんなところでいちいち僕もそんなに夜遅くまで起きてられません。だから日本のチームも代表戦も国外の試合に参加する人たちもいいですか、日本時間、基本的に日本時間で、もう23時以降のところは日本代表の試合、親善試合含めてね、もう行わないでください。で、ただし、ワールドカップとか、ここはここでお金がある程度回ってるから、日本としても賞金獲得しに行かなかったら、日本のサッカースタジアム全部国民負担なんですよ。あれらを全部各、会社の持ち物にさせて、土地もですよ。土地も建築費用も全部そこの会社の持ち物にさせて、解体するときの解体工事費用も その会社に持たせて、固定資産税とか法人税ずっと払わせてたら、今までの長い歴史でアマチュアの頃からですよ。結局作っちゃってますから。ね。総合運動公園、オリンピックの話で、オリンピックもサッカーあるでしょ、野球もあるでしょ、プロ参入したでしょ、もう全部つながってるんです。もう往生際よくしてください。世界中が、スポーツ選手が、ね、皆さん巻き込まれるから、本当に。夜中なんかに試合しちゃダメ。ただし、経済原理的な部分もあるから、こちらも勝ちに行くっちゃ勝ちに行くんです。全力で。ね。だから、昨日のサッカーの試合でもおかしな部分いっぱい指摘しました。で、VTR スローモーションで見たら、ジャッジマンもね、どこからどこまでファールをしっかりと笛直らせしゃあいいか認めりゃいいか分かんなくなるときあるでしょ。あんなものは全部スローモーションで見たらわかる。で、試合中でも別に笑っていいんです。笑ってはならないという法律なんかないんです。そこは、日本代表選手とつながってる私の方とか他国の人もつながってくるんです。オリンピックでそれしちゃってるから、コンピューターもそれ理解してるから、それありで判定とかも出てるから、つながってない選手はつながってない選手で、スノーボードとかすごい演技しても60何点しか他国の選手出てないんです。日本人選手もこけっぱなしになってるでしょ。いろんな要素が入りすぎてるから、本当に僕もそこルール整えたいんです。国連レベルで。で、オリンピックのある程度の影響っていうものがプロマジになった以上あるから、あと、もう今僕が言った内容、もう皆さんメモしてくださいよ。試合中に指摘しますからね。しっかりと声出して。国際スポーツ司法裁判所があるんですから。で、シミュレーションっていう、いわゆるね、相手から大したスライディングでもないのに、こけたふりする人。まあ、ある程度の角度とかで、まあ、こけちゃう部分あると思います。前に動いてるから、そこから後ろのスライディング。ただし、その後、ボール抱え込んだり、勝とうとする意識が強すぎたフェア精神がなくなっちゃうんです。だから、その、こけたふりにどうしても、あれぐらいで、踏ん張らない方も踏ん張らない方でプロとしてどうなんですかっていうところあるんですよ。しっかり鍛えてますって本当に。もう僕たちなんか、州は株式会社で民間の灯油の運輸業の人、効率性上げるために昔は軽トラで運んでたんです。何回も往復して、そこまでするんだったら現地に、まあ3600リッターなり、まあその後4000リッター入る、
灯油の巡回のタンクローリーができたんですけども、それでいきゃ往復回数も少なくて済むでしょうの話で当時は売れてましたから、本当に僕もまあ、新人でもね、2000年から2001年の頃が私の新人の年だったんですけども、みんな1万リットル売れるその巡回地域を新人でも持たされるんです。で、何がどう間違えたのか分かんないんですけども、もう私新人の年に年末23連勤もさせられたんですよ。朝の9時前に出勤してきて、夜終わるの22時30分で早い方、23時とかもう本当に年末の23連勤なんかもう現場でもう体力なくなって、本当に睡眠不足だからもうそこまで来たら殺されかけてますから、運輸業だから帰りの運転とか眠たくなって対向車線気がついたら走ってる時いっぱいあるんです。もうそんな状況になってるから、もうで、店長も店長で、事務所守んなきゃなんない話とか混ざってしまって、本当は誰か人呼んで、代わりに他の人間生かさなきゃなんないんですけども、正直1万リットルも売れるようなところ、急に呼び出された人間が、それできるかって言ったらできないんです。お客さんがどこにいるかどうか分かってて、そこめがけてすぐに動いていかなきゃ、もういちいちのんびり動いてたら間に合わないんです。タンクローリーの運転の方もある程度ね、もう時速20キロぐらいとか出して、まあ、あれももともとはある程度音楽聞かせて、お客さんが灯油缶出してくるか出せないかをチェックしてあげなかったら、買い忘れる人も出てくるから、まあ、ある程度前に灯油缶出たらもうええからそこ行ってしまいと。そしたら後ろの方にお客さんいたけども、後から灯油缶出してくる人は出してくると。で、気温とかで絶対この人たちは冬場の寒さに突入してきたら、もうみんないるっちゃいるから、最初から、まあ、絶対何時から何時までの間に灯油缶出しといてくださいねの話はお客様と話つけておかなきゃなんないの。ね、北神戸店気が早くて10月下旬から巡回してましたけども、あれ根拠あるんですよ。1週間に1回しか行かないところはね、11月込みでね、4回ぐらいしか現場行かないので、12月になったらある程度の寒さが来る。で、本格的な寒さは正直12月下旬ぐらいからなんですよ。それから本格的に売れるし、年末のその休み1月の1日から4日までは千葉株式会社休みなんです。で、現場出る人は現場出に行っちゃうんですけども、それはね、やっぱり正月ぐらい休み入れてあげないとの部分もありますし、ちょっと話がワールドカップから遠ざかったんですけども、週5日の勤務でも、まあ、それでも労働基準法違反になっちゃうし、危険性高まっちゃってるんですけど、本当は週4日ぐらいが正解で、現場は8時まで。で、まあ、9時半ぐらいとか10時までには帰りましょうが、これが正解です。週は株式会社のね。そしたら、一月の労働時間が、まあ、220時間ぐらいで収まります。年間の労働時間は2500時間で、歩合だろうが何だろうが同じですから。労働基準法に当てはまって考えなきゃなんないんです。ね。歩合とかいらないんですよ。しっかり売って、ある程度の営業利益、経常利益を出して、ボーナスとか退職金も日割りで出してあげなきゃなんない。そうじゃなかったら人集まらないから、ちゃんとベースアップでね、今まで働いてきたところとか見てあげて、賃金上昇、時間給、そういうふうな形で計算してあげなきゃなりません。それで、売上退社、売上が出ないんだったら、ボーナスとか退職金なくなっちゃいますよって、これが民間のルールなんです。だから、もう世界中で横領事件しちゃってるんです、本当に。アメリカの大リーグですら。だから民間人の正しい法律をしっかり理解してる人間の意見に従わなきゃなんないんです。そこまでご指摘されたら。いいですか、アメリカの大リーグも球場建設するときに民間人の税金半分ぐらい投入させちゃってるんです。とんでもない金額。だからそれ始まりで、ね。ニューヨークというアメリカの超一等地のところでヤンキーススタジアムを作っちゃったでしょ。土地代と建物代、これも為替相場と現地の感覚とかいろいろあるんですけど、今円安だから、今の日本の円安の価格で算定したら2000億円ぐらいしちゃうんです。
法人税とかとんでもない金額になるんです。多分日本円で20億円、ただし向こうはドルベースでちゃんとみんな生きてるからドルで物価価値とかがあって、いやいや日本円の相場で物事見られた、違います違いますと、物価の価値とかありますから、そんなにそこまでじゃありませんと、ね、日本人の感覚もそこまでじゃありませんの話も事実としてあります。だけども皆さんで嘘なしでね、契約金とか公表して、男なんだから潔くで、女性が混ざったとしても女性も大人なんですから潔く自分たちで公表、公文書公開という法律があるんですね。本当にその当時から球団持ちにして固定資産税、法人税払えてたんですかっていう話になるんです。それ込み込みで計算したら、日本だって日本のプロ野球業界とね、総合運動公園かと、法人税払ってるかどうか、固定資産税しっかりと払ってるかどうか、ね、効率の良い動きしてたかどうかで、全てで算定したら、5兆円以上納めてもらわなかったら話合わないんです。本当にその長い歴史、本当にある程度そのね、石油の消費量とか抑え込んでもらわなきゃなんないし、それはそれでもう球場作っちゃった方が、もうこれ以上絶対球場作っちゃダメですよ。総合運動公園も同じで、もう補修工事がいるようなところはもう解体したらいい、それで畑に帰りゃいい、それで日本海外から輸入してるんだから、小麦とかトウモロコシとか、トウモロコシなんかかなり暖かいところじゃないと無理だから、だから鹿児島もね、離島ですごい南の方、沖縄の近くのところまで、あの鹿児島なんですよ。だからそこでトウモロコシ畑とか頑張ってもらったらいいし、あの作れるでしょ、沖縄とかの方でもトウモロコシ畑で、小麦くらいだったら本州とかでも作れるから、作れるところは作ったらいいんです。もうこれ以上スタジアム増やしたら横領事件化しますよ。本当に先にみんなの分の返済が先なんです。その辺スポーツ業界でお互い組まなきゃなんないんです。これ世界中どこも同じですよ。だから法律に長けてる人間からでテレビに向かって言って、で第三国聞いてるんですから、情報機関がすぐにそこでも動いて、コンピューターが神がかり的な力使うし、はっきり言ってね、1点目は認められない、1点目なの。日本が取られた点数、ゴールキーパーの緑のジャージ着た人、こけてるだけだから、そんなところまでファールしちゃダメ。あるから、それはある程度のところで、認めてあげないと、いじめになってきますから、そこまで行くと。だから日本点取り返して、まずイーブンになるでしょ。で、それまで、ドイツの選手が、大したファールでもないのに、ゴール前の最初に、だから甘いルールで、もう審判が試合の最初に余計なこと言ってるから正常な判断できなくなって、それ PK じゃないっていう判断できなくなったでしょ。そんなことを見た選手が、ドイツの選手が、日本の後半のね、コートチェンジした後のゴール前のところで髪の毛編み込んでる人、そんな余計なことしなくていいから、本当にそれはそれでエネルギー消費したりするでしょ。人件費かかったらかかったでボーナスとかなくなっちゃうから、そんなややこしい髪型しなかったらいいんです。そういう人がもうスローモーションで見たらわかるんです。いくらなんでも今のこけへんやろって、そんなもん PK もらおうとして、そこまで生きていったら詐欺師やと。小中高生でね、しっかりとルール守ってる人はそんなもんゴール前でそんな詐欺師行為しませんよ。どこからどこまでがプロなんですか。それだったらアマチュア選手の方が上ですよっていう話になります。本当にそんなことする選手、そこの理由で高い契約金とか年俸出せませんよ。代表としてのプライド、自覚持ってないんだったら、これがプライドなんです。人として間違った行動してはならない、嘘ついてまで勝とうとしてはならない、こういうことを守んなきゃなんないのに、日本もややこしいことをして、その2点目を取った後、だからね、子供を混ぜ込んで引き分けとかそんな証言出てきたからといって、子供の意見なんか絶対入れちゃダメ。大人の仕事の範囲にしてなかったら子供に責任追及できなくなるでしょ。こっちだって、スタジアムヨーロッパから伝わってきて作りすぎちゃったんですから、サッカースタジアム。代表ね、サッカーの発祥はもうイングランド、イギリスで固定ってなったでしょ。
イギリスという一つの国なのに何を複数のチーム出してきてるんですって、そんなことで順位上げようとしたら逆に順位下がりますからね。これが正しいルールの司法判断なんです。それしてもらわなきゃなんないんです。さあそれ聞いた同じグループの人たち、淡井圭介が寝ていようが何していようが勝ちに行きゃいいんですね。そんな卑怯なルール使っちゃダメ。ラグビーで使っちゃったでしょ、ウェールズがどうとか。違います、あなたたちの国はイギリスです。か身勝手に独立運動して国増やさない。中国の香港は昔植民地化されていたから一時期ああいう風な形で独立化されていたんです。あんなに遠い距離どっちもね目届かないから、そんな無茶な話も我々もアジア人も求めてませんからね。それでちゃんと中国に併合されたでしょ。でややこしいいろんな法律事実としてあったんです。であんまり中国と混ざらないと香港も為替相場上がりっぱなしになったらそれはそれで無理でしょう。本当にある程度の為替相場にしなかったら、でそこはそこでがっぺりいいんです。テレビのニュース見て一方向性からの情報を見てみんな暴動とか起こしてしまったでしょ。議会の選挙なんか絶対しちゃダメ。そこまでしたら逮捕者だから、ちょっとみんな落ち着いてと。で暴動とかで民間人の建物壊しちゃダメ。その人たちにちゃんと自分たちのお金で建物を補修工事してあげたり直してあげたりします。しなかったらね、一ラーメン屋さんとか餃子屋さんとかね、もう自分のお金でせっかく建物作って大したね、公務員の人たちと比べて大した売り上げなんか出ない覚悟で店出してなんとか頑張ってきたのにってね、もう泣き入りますって。そんなかわいそうなことしちゃダメ。本当に暴動で絶対暴れちゃダメだからね、もう意見合わない人たちで集まったんだったら法律に長けてる人誰かいませんかって、でその人たちで書類作ってもらって、まあ例えばその頃だったら香港政府に書類提出して、中国の方にも書類提出して、である程度の言い分も聞いてくれますから本当に。で狙いは何なのかのところで話食い違ってる話があるから、でそのまま、まあ香港の国家公務員になったり中国の国家公務員になったら分かりますから、ある程度のところで私も第三国が話介入しなかったら話し合いもね、なかなか進まない部分あるんです。スピード性でその辺のところはスピード感出してもらったら、議会がそんな大した話もないのに120日間も使えたら困るんです。日本で例えると日本1日で人件費とか光熱費とかで1億9000万円から2億9000万円までかかったりしちゃうんですよ本当に。他の国会議員の人たち以外にもいっぱい官僚の人たちがいらっしゃるでしょ、役人の人たちが。でそれを警備する警備員の人も、まあ、行政の人っちゃ行政の人なんですよ。でもう電気代とか本当にバカになりませんか。そこも建物も民間レベルで言わせると日本に固定資産税とか払ってもらわなきゃならない話があんまり民間人混ぜ込むとそれ発生してくるんです本当に。ね、何が良くて何が悪いかの話になってくるでしょ。だからみんなで協力して、私の方で日本だったら良い案あります。アメリカの大リーグでもね、西地区中地区東地区で大リーグ分けてるんですから、まだね2月3月ぐらいだったら南の方で試合して縦の動き横の動きはいらない。交流試合は縦をそれ混ぜるから優勝回数とかややこしくなるから、まず縦の動き、そうすれば選手もあんまり遠い距離移動しなくて済むから、選手の疲労も蓄積しなくて済む。本当は移動距離も仕事の期間として認めてあげなきゃなんないんです。縦の動きにしていればあんまり移動をしなくて済むでしょ。だんだん北上していって夏場だったら北の方で試合してりゃいいんですから。で9月になったらまた南の方へ移動していって、ある程度暖かい時期でナイターゲームするんだったらね。で
まあ、ある程度日本人も西地区に集まってもらったもらわなかったら交流戦入れられると我々が起こされるんですよ。本当にそれなくしてもらわなかったら人殺しの事件になるから、アメリカの方から日本人をある程度受け入れてね、向こうからこの選手欲しいがあったでしょ、その話だから。それあるから、だから僕はね、絶対間違えちゃダメよって、翔平西地区にいてくれと、もうなんとかこちらからの話し合いで、もう西地区は西地区、中地区は中地区、東地区は東地区、ね、ワイルドシリーズとか世界シリーズになった時に、その、ね、地区シリーズからの、その代表のところの話、ね、そこで時間帯もある程度話を折り合いつくような時間帯で行いましょうと。別にね、これだけ少子化進んだんだから、ご老人の方たちとかいっぱいいらっしゃるんだから、昼間に試合すりゃいいじゃないですか。平日休みの人だっているんだから、有給休暇とかあるんだから、そこ認めてあげりゃいいんです、会社の方もね。それで話を折り合いつくでしょ。これが淡井圭介から世界中のスポーツ選手が、覚えてもらわなきゃなんないことですね。そのドイツの試合始まる前からずーっといろんなこと発生してます。後半から私の指摘が入ったんです、ハーフタイムの時間帯からね。あんなことしてたら笑われますよ、本当に。マイボールマイボールな話でちょっと当たったぐらいでこけてボールまで抱え込まれた。僕それ試合中に本当に笑わないでこらえてた方なんですよ。それをルール化されても困るんですね。一応試合時間止まってるでしょ、その瞬間ぐらい笑ってもいいはずなんです、絶対的にね。ゴール前でシミュレーションしちゃダメ、シミュレーションという不利ね、詐欺師行為ね、そんなことしちゃダメ。本当に見る人が見たらあんなもの自分からこけに行ったやろ、お前どこがプロやねんって。その中にね、日本で言うと今 J1、J3 を私の方で合併させようとしてるんですけども、で12球団に絞って、で同じね、あの試合数を増やさなきゃったらそんなもん返済なんか無理だから、で試合連日で、その試合出ちゃダメっていうルールを導入して、その休みの休みというか、その試合出ない日はね、北上するんだから河川の土砂のかき出しとかに回ってってね、人件費それで出てくるでしょう、企業のスポンサーとかで今までしてたんだからって、こういうことになってくるんです。でそれ参加したところがね、河川の氾濫とか未然に防ぎましたね、さらにコンクリートで、亀裂入ってるところ補修工事してあげに行ったら、あんなもんみんなでトンボでコンクリートちょっと流し込んで、大した量流し込まなくて亀裂程度だったらわかるでしょ、一トンもコンクリートあったらすごい先の河川まで補修できますか。そこから水抜けていくから本当に危険なんですよ。そこからも地震発生する可能性あるから、もうそれ今年の2020年のあの大雨が降った後、京都で震度4の地震2回発生してるんですが、あれ大雨降った後なんですよ。絶対その辺も補修しなきゃなんないし、縦の動きですよ。いいですか、みんなチーム合併して、私がホームページに出してる通り、もうチーム名は何かはいいです。あの、複数本拠地制度ね。日本のプロ野球協会も12球団のは本拠地複数制度。もう他の業界も同じ。もう体育館とか使ってる競技とか、もうラグビーとかも同じ。もうみんなで同じ動き。で、いいですか？4月下旬ぐらいから、ね、まあある程度、まあ4月上旬からだったら鹿児島でも試合ありかなぐらいですよ。ね、で、九州の上の方のところまで行くと、もう4月下旬ぐらいじゃないと泣いた、お客さん持ちませんから、昼間に試合とかもしてもいいですよ、本当に。で、あと、地域をある程度ばらけりゃいいんです。いろんなところ、その都道府県内のところね、スタジアム作っちゃったところ、お客さんが移動する距離縮めて、みんなでサイン会。それでサイン書いてあげて、ね、チーム選手数増やしてるから、ね、河川の、土砂のかき出しとかフルスピードで行ったら、もう倒れ込むぐらい夕方までになるでしょ。で、みんなで待ち構えておくの、サイン会。ね、その日試合に出なくていいんだから、
試合始まるギリギリの前まで、試合出る選手は練習とかしなきゃなんないよ。ある程度早い時間帯にも球場の中に入っておかなきゃなんないから。だからそれ以外の選手ってサイン会交代でできるでしょ。それでお客さん来るでしょ。売り上げ出るでしょ。もうスタジアム作ったんだから。で、その間にそういうふうに河川を整えて、ある程度河川の水が少ないところは長靴履けやいけるんだから。重機なんか使っちゃダメ。木のスコップとか、知恵使って土砂のかき出し、もう最悪山のところに土砂を掘り込めばいいですから、民間の畑とかで砂いりませんかと、雨降ったらそこ抜けてるかもしれませんよと、だんだん河川とね河川の防波堤と比べてそっちの方がシャリになってるでしょって、ある程度もう土タダでもらいなさいって、それも自分で購入しようと思ったらお金かかるからと。で、その土が汚れてる汚れてないの部分があるから、そんなもの雨降ったら洗い流してくれます、それがろ過という現象で理科の時間に習ったでしょうって。で、空いてる土地とかあるでしょ、そこにまず土砂、河川からかき出した土砂置いときゃいいんです。そしたら雨降ったら自然とろ過されて綺麗な土になりますから。で、まあ土の種類とかいろいろ農家さんの希望があるかと思いますけども、それに合わせて、みんなで、まあ学生さんでもいいです。かまど発電してるところとかの学生さんが賃金もらいながら、それぐらいだったらどうせ体鍛えなきゃなんないんだから、力仕事したら体力つくから、そこ頑張ってスピードアップしたらいいだけで、慌てすぎたら、スコップを横にいる人とかにぶつけちゃう可能性あるから、そこ距離空けて知恵凝らして頑張りましょうっていうことです。ね。世界中の人は皆さんそういう行動をしたら、自分の国ぐらい自分の矢を見たらわかる木ありますから、木切りに行って、植林頑張って木増やして、切ったら切ったで切り株のところから頑張って、生えてくる木は生えてくるんです。それ私のホームページ55番に載せてますから、日本語で通訳できる人、その国で教えてあげてください。みんな、スポーツ選手とか学生さんの運動部が枯れてる木を回収しに行ったり、竹とか回収しに行ったり、まだほっとっても竹なんかいくらでも伸びてくるから、ね。基本的にかまど発電は11月から、4月ぐらい、まあ、本州のその関西の温度を基準にで考えてください。北海道だったらもう10月半ばか、もう上旬ぐらいからかまど発電すりゃいいから。面積広いから木いっぱいあるでしょ。放っておいても生えてくるっちゃ生えてきますから。で、竹とかね、特にあれ根っこから生えてくるんですよ。だから、春から秋にかけて竹を切りに行って、でもうちょっと色変わってる竹から優先すりゃいいです。どうせ枯れていくから、密集しすぎで日光当たんなくなってるから、そんなところ竹ももうどうせ無理だから、そこはもうそこの方から切ってね、回収して、でもう冬に備えて、それこそ空いてるところに置いときゃ勝手に乾燥して水分抜けていって燃えやすくなるから、あとは手のハンドルでぐるぐる回す金属の裁断機、それで裁断できますからね。みんなすること分かったでしょ。もう世界中も昔から淡い圭介ある程度利用しちゃってるから、最初から画面にドイツが映ったぐらいでドイツ側にされてた部分とかもあるんです。だからそれで電波で聞こえてくる情報なんかあんまり当てにしなくていい。いいですか？淡井圭介は自分の名前名乗ってるでしょ？で、リアルタイムだって主張してるでしょ？見てるって。だからそこは未来でごっちゃになるから、未来からの声とかもいろんな人声で、声を聞いたところで、名前名乗ったところで、誰が正確な判断できて、法律的な内容頭に入っていて、司法判断までのところまでたどり着いてるかで、それで優先順位決めりゃいいんです。それ分かってください、世界中も。そうじゃなかったら、ね、僕が25年前、20歳ぐらいの頃に、かまど発電とか世界中に合わせた方がいい、こうした方がいい、言ったのに、結局、世界中どこの国も何にもしてなかったんでしょ？で、あんまり話しき、法律で詰めすぎると横領事件になって刑務所が溢れかえるから、別にそこまでもしませんから、とにかくしなきゃなんないこと、本当に。エネルギー問題、これみんなで解決しなかったら、世界中でね、地震が発生して、東日本大震災でも、僕ももうその話したらもう泣きそうになっちゃうんですけども、本当に。ね、親とか流されて、ね、悲しい、辛い。
応援してる人たち一体発生しちゃってるんです。その後の熊本の大チームも新潟のチームも他国でも同じでしょ。掘りすぎて発生しちゃってるんです。皆さんそれぐらいの理性聞かせてください。セーブできるところはセーブする、私の言った内容でですよ。それ守んなかったらもう私も人間ですから我慢、今泣いてるけど、この涙が怒りに変わってものすごい法律の詰め方して刑務所で太陽光パネル作ってもらいますからね。本当にそれしてね、国へ借金返納して犯罪者被害者給付金とかありますから、本当にそこまで話詰め込み、詰めますよ。国際司法裁判所で。それしなかったら見てみなさい。モデルナ社、ファイザー社がみんなに効きもしないワクチンをばらまいたでしょ。まあ、他の国だったらもしかしたらどこ、他のメーカーかもしれませんけども、あの効かない医療業界、世界全体の医療機関、だからトランプ大統領が言っていた、世界保健機構が、しっかりと、統治できないんだったらそこにもう金払わんって言ったのは、それは正解なんです。そこは世界中、ちゃんと国際司法裁判所を利用して、で裁判を進めなきゃ。本当に。で医療機関もワクチンなんかで本当は作れませんって自分たちで公表した方が先、公表後まで渋ってたところが一番悪いところ。ルールはこれ、2兆数千億円世界中で使わされましたからね。効かないコロナワクチンのウイルス、人間の体で抗体作ってますから、これが本当。ワクチンなんか信じちゃダメ。みんなの税金山ほど使われてる。日本だけでそのワクチンの関係の人件費だけで455億円突破してますから、この2年間ちょっとぐらいかな。まあ本当は2020年、2021年、2022年で見るから、まあもうそろそろ、2年かなっていうところですね。だから、世界中ね、スポーツ選手だからスポーツの欄だけを見ればいいじゃなくて、僕のホームページの全部名通してもらわなきゃなりませんから、最終的に。そうすれば自分たちが58万本当にしなきゃなんないんだなって、社会の本気で大人たちが全員燃え上がりますから、そこです。人類は本気を出して巻き返すところ。このままだったら本当に20年後30年後40年後ぐらいから石油の輸入は止まりますよ。産油国、それまでに準備しておかなきゃなんないですかね。自然再生可能エネルギーで。太陽光パネルの貼り付けとかも、ね、太陽光パネル49番のところとかで言っておきますけども、ね、もともとアニメ業界、漫画業界、ハリウッドも淡井圭介絡みで出来上がってるんです。もうそれは20歳の頃から確定で、それまでに話してきた内容とか、未来からの声とかで動かれてる方は動かれてるんです。そこは正常な判断聞く方でね。で、正直スポーツのジャッジマンで法律避けてる人あんまりいないでしょ。幅広い法律ですよ。ね、そこまでの判断できないでしょ。絶対私の方が実力ありますから、そこ実力主義取り入れます。給料の算定表も実力の部分で、ベースアップ、基本給変わってくるんです。それ、世界中で本当話一致させなきゃなんないし、一致できるんです。ね、いらない法律、世界中で分かってるでしょ。歩合とか出来高とかいらない。労働基準法の著作権とかの画像とか音声のその選手間の権利も分かります。でその辺のところについては基本給に上乗せで、退職金に関しては基本給がたくさん上がっていった時に大きな勤務期間とか見て、大きな退職金が出る、その時に嫁さんに所得税の控除に国民年金基金とかで使いますから、それ嫁さんに、ように当ててあげると。まあ自分の方、まあ相続税とかそれ法務局で自分の方の所得税でもし、引かなきゃならないようでしたら自分で国民年金かけて、国民年金基金、国民年金基金をしっかりとかけて訂正します。国民年金基金ね、しっかりかけて所得税の控除に使えるでしょ。遺産相続とかでどちらが先に亡くなりそうなのかのところで、早め早めに自分が亡くなる前にその遺産は嫁さんに相続しますっていうところ、裁判所に提出できるんです。裁判所じゃない、法務局に提出できるんです。日本だったら世界中も多分でそのところできるでしょう。できないところはそういうふうに、法改正してください。これが私からの、昨日の、全力状態です。まあ昨日もね、遊んでないっちゃ遊んでないんですよ。ただしちょっと笑ってる時間とかもあって、まあその辺が、まあ休憩時間から何なのかな、混ぜ込まなかったら、権利者扱いしてもらわなかったら、試合の時間の範囲内でいろんなスポーツをくっつけられたら、労働時間で見ると2500時間突破するし、そんなこと世界中の日本代表の試合をつなげられたら、
もう1000試合超えるんですよ。僕だって阪神ファンだし、阪神ファンで通してるし、日本代表だからいろんな選手が影響出てくるんです。で、日本も優勝順繰り順繰りで交代交代で、どこが優勝一番多かったかで、あとの優勝回数少なくしなかったら、スタジアムの返済とかできてるかできてないかの話になるんです。そこで優勝回数とか混ぜ込んで、ファンの人のその楽しみもあるからね、優勝回数はある程度のところの範囲で、均等にしなきゃなんない。これが現実なんです。それが私の意見であり、もともと平成の天皇陛下も同じ意見です。令和の天皇陛下も受け継いでます。ただし試合で天皇陛下とか利用しちゃダメですよ。本当にそんなことしたら向こうも持ちませんから松山英樹の試合とか、錦織圭世界ランキング4位とか、あの松山英樹1位までなったでしょ。あれアメリカの大会で僕夜中から起きて踏ん張ってましたから、死ぬ。本当に僕の親の早死にも無理やりコンピューターとかで起こされたりしてたから、そこの睡眠時間だから、自分が親だったらね、子供守る話とかしてるでしょ。エシュランがそれ記録してるから、スポーツ業界に本当にあのプロに進出していいのかどうか、日程の組み方で、あの親の方もあの言わなきゃなんない。無理だって、その時間我々も起こされたったら睡眠不足になるって、もうテレビの放送もやめなきゃなんないとか、そういう話になりますから。だからうまく整える、いいですか、無理な時間帯で試合をしない。正しい大きな大会で大きな賞金かかっていたら、私もそれ全力で介入して賞金獲得しに行きますから。私も最初の2戦全力で勝ちに行きますからね。ルールはそういうことです。ヨーロッパからの伝わります、いいです。皆さん狙いますよ、他の子に。同じグループ先にイギリス系のところが先行したからって、そこまで法律甘くない。これが本当の話です。統治しっかり聞かさないとっていう部分がありますからね。皆さんご協力をお願いします。もう暴動なんか絶対しちゃダメですよ。ファンの人たちも、そのチーム絶対に優勝できなくなりますから。これが本当の話です。そこまで僕も介入して話、他の人たちもオンブズマン、要するに法律の使い手の人たち、もう総がかりで抑え込みかかりますからね。これが本当の司法固め、司法判断、司ると法律の法と書いて司法、これが本物の司法固めですね。道理で日本の柔道、司法固めとか強いでしょ。相手もう逃げないでしょ。相手もある程度僕の力とか僕の理由込みで買っちゃってる人たちいっぱいいるから、団体として支払わなきゃなんない話になった時に、お金払ってないところはもう抑え込まれちゃうんです。これが本当の話です。皆さんご清聴ありがとうございました。これで本当のことだいぶ分かったでしょ。みんな勉強です。僕のホームページ見て勉強、頭で覚える知識、分かんなくどうせなるから、あんなにたくさんあったらたまに試合始まる前ぐらい見て確認。仕事でも同じですよ。あのちょっとあれ何だったっけながあったら確認、自分で作ってきたノートとかね、そんなもん盗んだやついたらもうかなりの慰謝料請求できますからね。法律で訴訟費用もその人持ちになりますからね。かなりのパーセンテージで裁判所でどんな理由相手も出してくるか分かりませんけど、その辺のところこちらも総がかりで理由出しますからね。覚悟してくださいよ。以上です。